ストレートの打ち方を練習したいと思います。どうしてもスパーの時に力んちゃうと、ストレートってなるんですけど、今ミドルキーパーに打つんですけど、実際これってやっぱり当たりにくいんですよね。なんでこの時に意識してほしいのは、イメージとしては相手の奥歯を、そう、奥歯を打つ、こっち側に抜けるような意識で打ってもらうと当たりやすいです。そう大きく構えて、ついついここでこう打ちたくなるけど、ここでこっち側に、おー、ナイス、おー、いいね。これがめっちゃハマる場面は、お待ちください、カーブして、もっと横に動いて、ストップ、そう、横動いてストップしてください。こっからの最短距離ってここなんですね。こっちじゃなくてこっちだったら時間かかるやんか。こっち、はい、ね、避けるっていうよりも横に動いて、おお、そうそうそう、ナイス、オーケー、そう、そう、そのイメージで打つと当たりやすいです。おっ、よっしゃ、ジムは